こんにちは。今日はすっかりお馴染みになってきましたが、この伊藤屋さんで万年筆を買ってきたので、その紹介をしたいと思います。こちらはプラチナの万年筆です。で、開けると、よっ。プラチナのバランスっていうシリーズの3776っていうペン先のものです。センチュリーのいわゆる金ペンの3776ではなくて、鉄ペンの金メッキのものです。こんな感じ。で、ペン先がね、結構立派なんです。こんな感じ。大きくて、結構立派なペン先です。甘い色を入れていこうと思います。なんでこのペンを買ったかっていうと、プレピーとプレジールにすごいハマって、で、プラチナの鉄ペン全部試したいと思って、それで、調べていたら、これと、あと、他にバランスっていうのがあって、で、それを両方、M2 部を試筆して、で、比べて、で、そしたら、こっちの方が好きだったので、この3776っていうのの方が、普通のバランスっていうのより好きだったので、それで買いました。でも、これちょっと思ったより、線が細くて、なので、今なんか、これは M なんですけど、B も欲しいなと思っているところです。こんな感じで刺して、これあんまりオフィシャルの使い方じゃないです。では、インクが出るようになってきたので書いていきたいと思います。こんな感じですね。地幅はこれぐらい。手持ちのペンを何本か持ってきました。まずは、プラチナのプレピーの03。いわゆる F ですね。これはローラー&クライナーの、ちなみに。サリックスっていう固定インクが入ってます。プレピーの M05 ってやつですね。これは少し前の動画で使ったペリカンのロイヤルブルーが入ってます。プラチナの
3776の F がこれです。入ってるのはパイロットの色しずくのクジャクが入ってで、まあこれが甘い色なんですが、プレピーと比べると、あ、でもそんなに変わらないか。F と M の太さの違いはこれぐらいです。そんな、やっぱり、だいたい M2 分とか同じくらいなのかな。鉄ペンに金メッキがされてて、鉄ペンと金ペンのすごいいいとこ取りみたいな感じに感じています。で、どういう感じかっていうと、まず、鉄ペンのいいところは、値段と、まあ、高いのもあるんですけど、値段と、あと、書き応えみたいなのがしっかりあるところ。で、あんまり良くないところというか、これが、ペン先が硬いっていうのと、あと、細字だと、ガリガリしやすい。ガリガリが好きな人もいるんですけど、カタカナ書けなくなっちゃった。しやすい。で、近辺のいいところはガリガリしにくい。と、あと、書き心地が、書き癖というか、書き心地が、その人に合うように変わっていくっていうのかな。まあ育っていくみたいな。育っていきやすい。で、あとは、やっぱり書き応えが丸いというか、優しいみたいな。こう、滑るような感じ。感じ。なんですが、まあ、あんまり良くないところを挙げるとすると、値段かな。という感じなんですが、このペンは、鉄ペンにしては値段は、まあちょっと高いですけど、5000円だったんですけど、鉄ペンならではの書き応えみたいなのも、ちゃんとあります。だから書き応えで言うと、持ってる金ペンは、セーラーのプロムナードなんですけど、それよりも、こう、鉄ペンらしくしっかりこう、紙に受け止められている感じはあります。で、でも、こう、これは M なのでそんなに太くないですけど、ガリガリは全然しないです。書くのの F
とか EF みたいな、あとラミーサファリみたいなガリガリ感は全然ないです。で、ちなみにこの F の方も全然、ガリガリしてないです。っていう感じです。で、あと、鉄ペンの方がしなりがいいかな。で、あ、違う違う、金ペンの方がしなりがいいかな。で、金ペンの、これはガリガリしにくい感じで、これもいい感じで、で、書き心地は、ここは芯が鉄ペンなので、そんなにないかもしれないですね。で、この書き心地が丸い、優しい、滑るっていう感じは、まあ、人によるんですけど、金ペンの書き心地も、金ペンの書き心地で好きなんですけど、これの書き心地すごい好きなんですね。で、ペン先が結構これ、平らで大きいので、ちょっとしなる感じもあるんですよね。全くしならないわけではないっていう感じなんですけど。で、なので、これすごい好きなんですよね。今まで、鉄ペンで、気に、ん?違う、金ペンで、まだ、1万円前後ぐらいの、1万円から3万円ぐらいまでの、金ペンしか試し書きしたことないんですけど、これ、すごい好き。プロムナードの書き心地はすごい好きだったので、買ったんですけど、その次、それと、まあ、金ペンではないので、これは、鉄ペンの中ではもう全然ダントツに一番好きですね。すごいなんか、で、よかったし、なんて言うんだろう。これめちゃくちゃ好きなんですね。重さもそんなに、後ろが重くもなく、軽すぎて疲れるってこともなく、まあ、これでまだ2時間とかは書いてないんですけど、っていうこともなく、で、書き心地もすごい楽しく、なので、なんかこれ B もあるらしいんですけど、B も支出したいなって思うぐらい、すごい好きです。で、一応、バランスの、3776ってついてない普通のバランスっていう3000円のペンも支出したんですけど、そっちは、なんか、書きやすいんだけど、金ペンみたいな書きやすさっていうのはもちろんなくて、なんて言うんだろう。でも、重さのバランスとかは、プレジールとかよりは良くて、だから、プレジールとかよりも、で、ペン先も違うんですよね。プレピーとプレジールはペン先が一緒なんですけど、プレジールと、バランスと、この3776のバランスっていうのは、3つともペン先が違ってて、で、ただその3776じゃない、普通のバランスの方が、ペン先が硬くて、もっとしっかりしてる書き応え、書き味。なんて言うんだろう、反動、作用、反作用じゃないけど、この、紙から押されてる感じが、もっとぐっとしっかり、鉄ペンっていう感じで、しっかりあるっていう感じです。丸く受け止められてる感じはない。ガリガリはしないんだけど、なんていうんだ、こう、しなったりとか柔らかく受け止められてる感じじゃなくて、がっつり鉄ペンらしいグッっていう書き応えがあります。で、それもそれでいいなと思ったんですけど、なんかこれがすごい好きだったので、で、とりあえず、しかもこれなかなか出会えなくて、売ってないの、これ、なかなか。なかなか店頭にない。
ていうのもあって、まあなんかやっと会えたっていう喜びもあったんですけど、これすごい書きやすくて、超いいです、これ。言うと書いて。っていう感じで、これ、すごいいいなって思いました。そんな感じです。またこれ使ってみて、こういうところがいいとか、他にこういうインクを入れてみたとかいうのも、お伝えをしたいなと思います。あと、この F の方も手帳とかに書いていくつもりなので、それも、また話をしていこうかなと思います。ではでは、ありがとうございました。またねー。